次はですね、私たちの流派、総水支流と呼びます。福岡県の大型自然館が今から380年ぐらい前に完成されたブドウです。農家にはですね、本賀川と菊山川、2つの川があって、ちょうど今で日の出橋とかあるんで、そこで2つに合流します。2つの水を取るというところで、そういうネーミングが付けられたと考えられております。で、組打ち腰の森と称しまして、組打ちは、組んで字のことして、組んで打ち取るということから、充実と解釈してよろしいと思います。で、腰の森とはですね、私の源流は滝の次にある流派なんですが、そこが元になっています。ただ私どもの方は江戸時代になって完成してますので、滝の次流とは違うのは、あちらは戦国時代で非常にこう最後までとどめを刺すとか、そういう技が主流に対して、私どもの方は江戸期になっているものなので、生かして打ち取るというのかしら、積極的に殺さないという技に変化されております。で、最初は首打ちの方から披露させていただきます。
からように、うちの息子なんですけど、ダウン症という体質を持って生まれてきました。それでも基本充実であれば、武道はですね、危ないものでも怖いものでもありません。このように男を投げることができます。はい、じゃあちょっと山本さん、ね、ちょっとまた説明しますね。山下ろしの技がいいです。後ろから呼び止められて、引かれようとします。はい、首を押さえて、縦身が入ります。はい、で、投げるまで、ね、で、実はこれ投げるんではなくて、もうここの腕の関節が決まってますので、このまま頭から脳天を叩きつける技なんです。痛いので、本人がただ飛んでるだけなので、投げてるわけじゃないんですね。はい、どうぞ。で、今彼は回避したので横にこう逃げざるを得ない。本当は頭を叩きつける技ということですね。まあ、こういうことが福岡県の技というところで出てきたんです。素晴らしいと思います。
ってから。今3点やりましたけど、これはさっきの技と違うのは四つに組むんですね。あの相撲のようなです。というと四つ目あたりが正確なんですが、これを回しにかければよく組みますね。で、ピッドリアでどちらもどちらも立場で願って、まずその技をちょっとかけてみて、何気なく倒して、なんで倒れてるのか、バカで倒れちゃうんですけど、これはですね、相撲にも非常に多い技なんです。実際見ると、これと近い技がいっぱい出てきます。はい、もう一回やってみます。相撲の場合、こっち回しかけますが、同じことで、これは火をかける方は締めます。そうすると関節を決めちゃうので、本人痛いんです。これは相撲ではこうつけという技です。見えないけれど痛い。で、敵の右手をこれで制して、左手を今度下の方から関節を組むと、完全にバランスを失いますので、しっかり倒れます。はい、地味のようだけど、割と本能の技というか、日常的によく行われる技です。はい、です。本来は巻き差しでやる技もありますが、今日は刀でやる技を披露します。
大下り。したりっていうジャンプあるいは回転ですね、そういう動きが入ってきます。これは東流の人の特徴で、腰の周りの特徴とも言われております。市販なんですが、使ってるのは真剣です。市販2人も演武
それでは今度私が腰の周りを披露させていただきます。ですね、それで最後なんですけれど、恒例になっているんですが、見ている方は私も投げてみたいなという人は、まあ、女性なら特にいいですが、どうぞ。じゃあ順番で、はい、じゃあお上がりください。今回なんか2名怪我させないようにやりますよ。大丈夫ですからね。はい、ちょっと叩くんじゃない。はい、悪い人ね。悪い人は襲ってきますから。肩骨でこう来ますので。あ、そうそうそう。それを決めにながら、左足を下に回す。そうですね、その時に自然にこうです。同時ですね。こうねじりながら、左足をこう。あ、そうそうそう。いや、何回か。はい、来い。ここまでね。はい、そうですね。あ、そうですね。だから心得が。もう一回やったら本番いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61
晴らしい、はい、これは本当に気持ちです、ね、東京さあ、何でもかきれいに投げられてね、終わったね、模様があるんだぜひ、あ、入門してほしい。